秋田臨海鉄道株式会社は、秋田県は秋田市の秋田港駅から臨海地区に伸びる貨物鉄道を運営していた日本貨物鉄道や秋田県三菱マテリアルなどが出資する臨海鉄道会社である。土崎港にある大湯本線貨物支線の終点秋田港駅から分かれる秋田市、勝平地区の北部、向浜地区にある向浜駅を結ぶ路線と、 飯島地区の秋田北港駅を結ぶ路線を有している。かつては臨海ツーリストという名称で旅行業も営んでいたが、1991年に地元旅行会社に上として旅行業から撤退している。2020年6月に唯一の荷主企業である日本製紙秋田工場から利用停止の申し入れがあり、秋田臨海鉄道では臨時取締役会と、 定時株主総会で事業終了を報告。同年9月25日に国土交通大臣に鉄道事業の廃止届を提出し、2021年3月31日で鉄道事業を終了した。鉄道敷地の大半は秋田県から無償対応を受けており、鉄道事業終了後はレール、枕木、踏切などの設備を撤去して返還する必要がある。しかし、 施設撤去の見通しが立っておらず、2021年2月17日時点で会社の解散時期は定まっていないと報じられた。2021年5月1日と2日に残った線路と機関車を使った最初で最後の国鉄型ディーゼル機関車運転体験会を実施。県内在住者を対象として抽選で参加者を決定、機関車は DR10 から1251号機を使用し、この企画のためだけに元機関紙を招平する DD56-1 ありがとうございます。